ちゃん。こんにちは。はい。はい、ということで豊さん、はい、はい、今回も豊の視点3連戦を振り返るということで、はい、今回はどうでしたかね。あのね、野球が落ち着いてきてるんだよね。うん、うん、それ全体的に全体的に、はい、まあエラーもまあチームによっては出てるけど、うん、まあまあでもこう監督もこうシーズンにこなれてみたいな、うん、まあそういうところが見れて、はい、まあまあ本当に面白く野球が見れるようになってきたかなと、うんうん、まあ、最初開幕当初ってね、やっぱりどうしても落ち着かないんだよね、選手も監督もコーチも、うん、なんかちょっとバタバタしてる感じですかね。そうそうそう、だからやっとこうなんか落ち着きを見せてるなっていうような、うん、ただしやっぱりいろんな困ったチームもあれば、はい、勢いを取り戻してくるようなチームも予想されるし、うん、はい、まあ、3連戦をね、はい、そんなから紐解いていきたいと思います。はい、はい、あとはまあ個人個人でね、調子がいい選手、ちょっと不審な選手っていうのもチームが落ち着いてきてるだけにちょっと分かりやすかったですかね。ちょっと目立つようになってきたよな。うん、はい、はい、ということで、はい、まずセリーグから、はいはい、はい、見ていきましょう。まあこうなった、はい、ね、巨人 DeNA が3連勝、はい、中日ヤクルトは1勝1敗ということでした。そうだね、はい、はい、まず巨人広島、はい、まあ、非常に広島が調子が良くて、うん、巨人ドームに乗り込んできたんだけど、はい、4連敗かな、ここのとこ、うん、まあ、3連勝されてね、はい、で巨人の方は少し落ち気味だったんだけども、うん、ここで息を吹き返したね。うん、うん、まあ、その中で戸郷が素晴らしいピッチングをしたりだとかさ、はい、平内が初勝利を挙げるとかさ、うん、まあいいことずくめなんだよね。はい、まあ、それと平内を使った時に、はい、やっぱ勝ちゲームでまだ1勝もしてない、うん、2年目初めての勝利でしたから、ね、初めての勝利のピッチャーを5回から使ったんだよね、はい、1点差だったかな、はい、うん、まあそこをちゃんと切り抜けさせて、うん、まあ、2イニングを投げてね、勝ち投手になるんだけど、はい、やっぱここら辺がやっぱ連勝してるチームの、うん、まあ、原監督がやっぱりこう1勝をねつけるために、1勝させるために、はい、まあ、使ったんだと思うんだけども、はい、だけどなんて言うんだろう、その1勝がさ、やっぱすごく戦力になるんだよね、後々に。だから原監督を見てるとやっぱうまいなって思うよね、そういったところまで、うん、まあ、それと巨人はこの広島戦にあたり、はい、ほとんどが逆転勝ち、そうです、先行されるんだけどさ、まあ西川のメルセデスから打ったホームランの見事なんでさ、はい、うん、それを跳ねのけるんだよね巨人が、やっぱホームランで、やっぱ巨人はホームランが出るようになったら強いなっていう風にやっぱ感じるのと、うん、はい、まあ例えば一三塁から坂本に変えて増田を使い、うん、その増田が盗塁をし、うん、ポランコのツーベースで逆転するとか、やっぱうまいな、采配が、まあ、そういうところも、ね、噛み合ってきているというチームの状態も表してるんでしょうかね。うん、だから広島も栗とかね、はい、今年調子のいい床田、はい、でまた調子のいい遠藤、うん、まあ、こういう3人が投げたんだけどさ、うん、広島の方は、はい、やっぱ1ヶ月ぐらい経ってくると、うん、それまで調子の良さっていうのを保ってきたのが少し落ちるね。うん、まあ、そこで笹岡監督がやっぱ投手交代が遅すぎるわ。あ、なるほど。少しでやっぱどこだでも浮いてきたなって、ツーストライクツーストライクからポンポンとヒット打たれてさ、うん、まあ、そんなピッチャーじゃないんだけど、はい、まあ、慎重さにも欠けるし、やっぱ疲れがそういう嫉妬を投げさせてるよね。うん、だそれを見極めるとすると、やっぱ投手交代中継ぎが今年いいだけにさ、はい、まあ、早く変えてもよかったかなっていうのいうふうに思うよね。うん、でリリーフも出された場面がきついからさ、あ、そうですよね、うん、だから耐えきれなかったというね、うん、まあ、そういうことになったんだよね。まあ、それがやっぱこう3勝という巨人の一方的な、まあ、試合になった、まあ、試合内容は一方的ではないけども、うん、まあ、結果的には3勝というね、うん、3連勝という形で終わったというね、はい、はい、まあ、そういうカードだったね、はい、はい、まあ、広島巨人のバッターたちは、うん、まあ、調子がいいね、今いいね、はい、良くなったね、広島で、うん、広島戦でグッと上がってきたね、うん、で心配なのが小園、はい、広島の小園選手、うん、西川がいい、菊池がいい、うん、小園が悪いってなると繋がっていかないんだよね。そうですね、あ、だから小園の状態でによってはやっぱこっからも下がってくるし、うん、だからまあちょっと小園が頑張らないといかんね、うん、まあ、広島はね、小園が頑張ればもうちょっと上を保てる、
なんかこう抜け出すポイントみたいなものはありますか？まあ、ポイントはね、はい、右足が、うん、右足っていうのは踏み出した足打足みたいなね、はいはい、壁っていう風に表現するんだけど、はい、それが全部崩れる。だからそのファースト方向に振ったと同時ぐらいに逃げる、うん、これは力が全部逃げてるっていうこと、うん、壁をしっかり作らないとバットって振り切れないから、うん、だからまあそこら辺をもう少しちょっと徹底的に考えた方がいいかなっていう。そこが調子良かった時とはこう明らかに違う、まるっきり違う、うん、で今日松永さん、はい、平成の三冠王にどうだって聞いたら間がないですね。うん、うん、やっぱこう間っていうのが必要だからね、勝負ごとには、うんうんうん、何でもそうだけども、はい、間っていうのが必要で、うん、その間がないっていうふうに松中は言ってたけどね。うん、なるほど。じゃあちょっとこういったことを改善していって抜け出せるといいですね。まあ、そうだね。だから松中はタイミングの取り方ちょっと変えたらいいんじゃないかというふうには言ってたね、うんうん、今はすり足で行ってるんだけど足上げてもいいから、うん、早めにタイミングを取って足上げるようなことをすると間ができてくる可能性があるふうに話をしてたね。はい、はい、DeNA 阪神、はい、阪神が、ビジターで勝てない、まだ1勝もないというね、ここまで来て、そういうね、うん、で DeNA の方も決して楽な、うん、戦いではなかったんだよね、はい、なかったんだけど、まあ、DeNA が3連勝した、はい、まあ、その要因とすれば外が帰ってくる、うんね、で牧が帰ってくる、まあ、両方とも外はサヨナラホームラン、はい、牧はバースデーホームランとか、まあ、非常に状態を上げるにいい勝ち方をしてる、うん、でベテランの藤田が決勝点を上げるとか、はい、だからすごくムードがいいよね、まあ、うん、この中に太田もいるか、はい、楠本も帰ってきていい働きをしてるよね、一番バッターでね。だからまあまあいいことずくめなんだよね、はい、であとはオースティンが、まあ、アメリカから帰ってきたのかな、うん、というようなニュースがあったよね、はい、だからオースティンが加わればもう完璧だよね。だから打線がつながるようになってきた。ただ宮崎がちょっと怪我したんだよね、はい、ハムストリングを、うん、ちょっと肉離れじゃないかなっていうふうに思うんだけど、でも抹消されずにベンチにいるっていうことは、うん、まあそんなに影響はないでしょうか。影響がなかったらゲームには出てると思うけど、うん、まあまあそんなに長期離脱っていうことはそんなないんじゃないかなっていうふうには思うよね、うん、まあ IKEA とかね、それが初勝利したとか、うん、まあいろんないいニュースがあった3連戦だよね。はい、で一歩阪神、はい、ね、まあ、佐藤がホームランを打つとか、うん、そういうことはあっても勝てない、うん、でやっぱね慎重さがないわ。うん、まあ、例えば 0-0 でずっと行っててね、はい、素晴らしいピッチャーの投げ合いで行ってて、うん、でサヨナラのシーン外がホームランを打つわけだけども、はいはい、あれ高めに投げさすかなって思ってさ、普通に考えたら一発で終わるところじゃない、はい、それ一発で終わったんだけどさ、旅館スタジアムって狭いし、やっぱねどう考えても低めなんだよ、うん、確かにあそこで空振りを取りたいとかいう願望はあったにしても、はい、間違えたらああいうことになるっていう、はい、その間違いが起きたという、そういうねちょっと考えればちょっと慎重になればあれは低めで勝負するとか、はい、そういうことが普通は考えられるんだけど、うん、やっぱり冷静さも逸してるような感じをするんだよね、うん、で昨日のゲームでも、はい、阪神がずっと勝ってて満塁ホームランとかでね、うん、はい、でワイルドピッチで同点になるわけ。そうでしたね。でしょ、うん、で藤田が打席に立ってて、はい、藤田とすればやっぱゲッツイヤだし、うん、あでもそのワイルドピッチで同点になったっていうことで、うん、代打に出ても少し楽になったよね、気持ちが。そうですよね、うん、そういうふうにご本人もね言ってたけどね、まあ、確かに俺もそう思うよ、はい、あ楽になっただろうなと思って、うんうんうん、いやそれでまあ、逆転打を打つんだけどさ、はい、だけど阪神にとってみればやらずもの点で同点になり、うん、で楽になったバッターに対してセンター前を打たれ、うん、逆転打になったという、はい、でイケアが初勝利を挙げるという、うん、だから打順もコロコロ変えるしさ、まあ確かに悪いとね、うん、そうなってくるんだけどさ、はい、だけどまあ一番は佐藤の打順をもう固定した方がいいと思う、うんうん、それはつまり何番がやっぱりもう4番でスタートしたんだったら、うん、4番でやらせないと、うん、責任が生まれてこないよ、うん、あちこち打たすとね。なるほど。だから
まあ、佐藤は阪神の中でそういうバッターになってほしいと願ってると思うんだよね、うん、球団も首脳陣も、はい、だからもうそこら辺はあんまり変えてほしくないなと思う。ここまでもう負けが込んでんだから、うん、そんなバタバタしてもしょうがないよ、うん、そしたらもう育てる、絶対僕は外さないっていうぐらいの気持ちの方が俺はいい結果に結びついてくると思うよ、うん、目先の一勝よりもね、佐藤を育てた方が俺はもう阪神はいいと思う、うんうん、今年はねなかなか厳しい年になるよ、うん、阪神はね、うん、だから何かを残すんだったら、はい、何を残すかっていうことをしっかり考えた方がいいと、うん、はい、はい、で中日ヤクルト、はい、まあ一勝一敗の中で、うん、まあ中日いろいろ言われたのが石川の守備、はい、あんな反応してたらダメだとか、うん、やっぱ調子がいいとやっぱ欲が出てくるんだよね、うん、で今までは目つぶれてたこともやっぱ調子がいいしもっとやってもらわなきゃ困るっていうようなことで、まあ、そういう言葉になったんだと思うけども、はい、まあだけど中日はやっぱこうなんて言うんだろう、バッティング打てるようになってるしね、うんうん、だから非常に課題を克服しながら行ってる、うん、次の課題は何かって言ったところで石川がやり玉に上がったけどね、あの守備じゃダメだって、はい、もうちょっと反応ができるとかね、うん、まあだけど、まあ、それもいいことだ、うんうん、チームがいいからそういうところに目が行くようになってきてるんだよね、うん、だからそれは悪いことではなくて、はい、まあ、石川の成長を促すというね、うんうん、だから非常に中日はいい感じでいってる、はい、でヤクルトは逆に粘りが出る、うん、DeNA 戦で、うん、ひっくり返したりだとかゲームをね4点差から、うん、ゲームをひっくり返したりだとか、うん、非常にバッティングが好調になってきてる、うん、それは前のカードから引きつながってるよね、つながってきてるということですかね、うん、はい、それで村上が非常に良くなってる、うん、あのバンテリンドームであの広い球場でホームランを叩き込んでたけど、うん、非常にいいホームランだったし、はい、だからこれからやっぱりヤクルトは少しずつ浮上していくかなっていう、そういうものを感じさせる。で中日は現状維持だけどもやっぱり踏ん張りどころはやっぱ守備という面で、うん、でも順調にいくんじゃないかというチーム、はい、で阪神は浮上のきっかけがまだ見えない、明かりが、はい、で広島は小園がどうなるか、うん、で DeNA は必ず上がってくる、はい、で巨人は絶好調ということで、まあ点の取り方取られ方って言ったけども、うん、まあ巨人は点の取り方がいいよね、はい、で広島はこの3連戦を見ると取ったら取られる、うん、だから取られ方が非常に悪い。なるほど、1、2回取られても、あ、取った後にその次の回とかその次の次の回ぐらいはこう頑張れば、うん、自分たちのペースになるんだけども、取られ方が悪すぎる、引き寄せきれないというところですか。取ったら、うん、取った瞬間に広島の流れになってるんだけど、すぐ取られるから、うん、すぐ巨人の流れになってしまってたよね、うん、で DeNA の方はやっぱ打線がつながるから、はい、みんな気持ちよく野球やってる、うん、で取り方がいいよね、うんうん、阪神はワイルドピッチだとかちょっと考えれば、冷静に考えれば低めなんだけども、まあなんか欲が出るというか取られ方が悪い、肝心なところでっていうところがありますかね。そうだね、うん、ちょっと慎重さがにちょっと負けが込んでるだけに、あれかな、慎重さがないかな。なるほど、まあそういったセ・リーグでした。はい、はい、続いてパ・リーグいきます。はい、はい、続いてパ・リーグはね、はい、結果はこのような形で、西武、はい、オリックス、楽天が2勝ずつ上げて、そうだね、少しということです。はい、はい、まず西武、はい、山川が戻ってきた、うん、ね、ようやくやっぱり山川が戻ってくると、はい、全体が打つ感じになってくるね。うん、なんかこう雰囲気も変わりますよね。だから打線も活発になってきてるよ。はい、まあ、それとこの2勝という中に失点がないんだよね、うん、で1戦目がスミス、はい、新外国人、はい、いいね、やっぱ制球がいいわ。うん、だからもうパワーパワーって最近パワー系のピッチャー増えてるけど、はい、やっぱ外国人逆に日本のピッチャーの方が速くて、うん、なんか外国人の方がなんか繊細なピッチングをするんだよね。うん、
だから非常に安定する。だから先発陣が揃ってきてる。今年の西武の投手陣はそう、いいって言ってたの。そうですね、井坂さんがいいって言っていて、そこにさらにまた新しい戦力ということですよね。いやだからすごくね、スミスっていうのは期待できるし、はい、次の日に投げた松本も安定してたよね、うん、ただしね、はい、ロッテの状態が悪すぎる。なるほど、うん、0点、ずっと0点。それやっぱり原因っていうか課題は何ですかね。課題は何だろうね。やっぱり全体的な調子も上げていかなきゃいけないし、ベテランがいないんだよね、なかなか。で角中とかさ、はい、ああいう選手はいるんだけど、はい、角中、荻野とかね、はい、まあ、荻野どうしてるのか分かんないんだけどさ、まあ見てる人がいたらちょっと教えてほしいんだけど、角中なんかはやっぱ代打の切り札として置いとかなきゃいけないと思うんだよね。まあ、例えばこの前のこれここの試合じゃないけども、はい、佐々木朗希が投げた試合、はい、日曜日、うん、安田が代打行く時に、はい、あれさ、角中だったら嫌だったと思うよ。やっぱベテランの力もね、俺は必要だと思うよ。確かに若手を使ってね、チームを変えていこうとはしてる、どん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 井口監督はね、はい、それは正しいと思うよ、はい、正しいと思うけど、やっぱああいう勝負どころっていうのはやっぱ経験がない人よりも、やっぱ経験豊富な人の方が絶対対応してくれるから、だからそういう意味ではなんかこうちょっと入れ替えをしてもいいかなってロッテは思うよね。じゃないとピッチャーがかわいそうだもん、点取っててくれないと。なるほど、ピッチャーもそこそこ頑張ってるから、はい、ね、だからただ西武は上がり目に来てるよ、ちょっと苦しんだから ね、 そうですね、山川森が ね、 いなくなって、だからまあ山川一人しかまだ帰ってきてないけど、森がちょっと時間かかるっていう情報なんだけどね、はい、でも山川が帰ってきた、今年絶好調、ね、復帰もヒットが出たしね、はい、だからそういう意味では調子も落としてないし、だからこれからの西武は注目だよ、はい、はい、でオリックス、ソフトバンク、はい、山本が負けたね。これはちょっと記録ストップということで、まあ、石川も調子良かったけどね、相手のピッチャーのソフトバンクのね、はい、いやでもその負けた原因がさ、やっぱ2つのエラー、それが2失点になって、はい、2対0で負けるという、ちょっとショックだよねだって山本悪くないもん、何にも。そうですね、山本投手はもういつも通りというところでしたかね。まあ、まあ、中島監督もおかんむりだったけどね、はい、なんかもうちょっと野手しっかりしてもらわないと、うん、まあ、中島監督ってそういうことなかなか言わない人なんだけどさ、はい、でもやっぱこう山本見てて気の毒だと思ったんじゃない、ね、ただね、オリックス3戦目、はい、見事な勝ちしたね。千賀にずっと2本しかヒット打たれなくて、打てなくて、はい、9回まで2対0、はい、できてて、9回に、ね、2本のヒットと送りバント、見事なね、で同点になったと、はい、その同点になったのも紅林が3番紅林、はい、ね、ね、杉本が調子が悪いから8番を出され、8番を出されて杉本は、はい、紅林が3番に上がってね、うん、吉田につないだんだよ、フォアボールでね、はい、でその吉田満塁からライト前を振って、2点タイムリーという、さすがだよね。ただ千賀も見てて、古林を見ながら次吉田が待ってるなとか、いろんなことを複雑だと思うよね、考えてたと思うんだよ、はい、でも紅林を取ったら吉田を歩かして次で多分俺は勝利投手になってたと思うんだよね、はい、でもそこを紅林がしっかり吉田につないだということ、ね、でその紅林が同点になった延長で、はい、モイネロからサナルヒットを打つ、うん、ね、だから見事なのその紅林の活躍だったんだけど、はい、ただソフトバンクの方もちょっと指示が徹底されてないというかさ、うん、サラララシーンでもちょっと外野手が深いんだよね、はい、おー、なるほど。普通ね、ああいうサラララのシーンでランナー福田って言えば足速いよね、うん、でカーンと打った瞬間に、まあ、サード回る前にサードコーチャーが止めるぐらいの位置に守っとかないとさ、うん、もう完全にもう回されてるもんね
ほんでホームスを読み込んだら楽勝だもん。で、あれの守備体系はちょっといただけないなということと、ソフトバンクは栗原と柳田がいない、はい、となってくるとやっぱ細かい作業っていうのが必要だよね、うん、まあ細かい作業といったら送りバント、はい、だから送りバントがやっぱ失敗してるんだよ、うん、まあ、今までにそういうのが少ないケースっていうのもありますか？少ないケースとはそのお二方が離脱する前にそういったことがあまり実践としてなかったとか、まあ、まあそうだね、うん、まあでもソフトバンクって割と点を取るときには送りバントをしっかり決めたりだとか、うん、ただ栗原と柳田がいるとすれば、うん、そういうケースは減っただろうね、うん、だけどやっぱり何とかして点を取っていかなきゃいけないから、うん、そういう細かい作業っていうのはすごく必要なんだけど、うん、そこがやっぱできてないっていうところが、うん、やっぱちょっとあれだけ調子良かったのに2人が抜けてからだん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 負けが込んできてるよね。だからちょっとこれから心配かなっていう。でオリックスもね勝ち越しはしたけどやっぱ杉本次第だよ。ちょっと心配ですよね、うん、8番打たされて、うん、まあそれは千賀からさカンカン打てとは言わないけど、はい、まあでもちょっと状態が悪すぎるね。なんか自信喪失というかさ、まあそういう風な形になってきてるから、うん、まあ今日昨日プロ野球ニュースで松永と話してたのは、はい、三冠王とね、はい、ちょっと一回ファームに行かせてもいいよね、うんうんうん、ちょっとミニキャンプでもやってリフレッシュして戻ってきた方がいいよねっていうようなことはちょっと話をしたんだけど、うんうん、なるほど、はい、まあなんか昨シーズンのねあのホームラン王っていう結果が、うん、またそれがプレッシャーになったりとか、まあ、あるだろうな、いろいろと、ね、悩ましい、まあ、そういう目で見られてね、そういうことですよね、うん、はい、続いて楽天対日本ハム、はい、まあ、楽天いっぱいはマー君が負けた2対0、うん、投げ合った加藤見事だったね、うん、緩急自在というのが、はい、ああいうこと言うんだね。だから加藤っていうのは本当にあの栗山監督の時から、はい、あのオープナーで使われたりだとか、はい、ね、5回まで投げさせられたりとかものすごい器用なピッチャーなんだよね。でもここに来てそういう経験が生きたね。だから力の抜きどころだとか、うん、加藤とかすごく分かってるだろうし、うん、だからすごくピッチングに味がある、うん、で武田勝というピッチングコーチが入って、はい、同じようなタイプなんだよね、うん、だからすごくこう教え方も感性も合うんじゃないかなと思って、なるほど、見事なピッチングで1勝したんだね。で4連勝だった、はい、3連勝だったか4連勝だったか、はい、日本ハムが、はい、だから残念ながら負け越したけど、うん、でもさマー君が負けたね、宇佐美にツーランホームランその1本で負けたという、うん、だから点取ってあげないとね、うん、マー君が悪いわけじゃないからね。そうですね、だからちょっとこう3連勝できたのになっていう楽天、はい、だけど楽天はすごくいい情報とすれば、うん、あの浅村が当たってきたと、うん、で西川も相変わらずいいという、はい、山崎というショートを使ってたんだけど、はい、小深田に変えた、うん、その小深田がポイントで働いてくれたという、うんうん、当たってるよ、ね、だからチーム内での、 あの競争が非常に、高くなってきた、行われてきたという、うん、だから非常に楽天というのはこれからも安定をしてくると思う。日本ハムどうですか、ここに来てチームの状態など。あ、まあ少しずつ落ち着きを見せてきてるかなって、うん、少しずつビッグボスも選手の特性だとか、はい、そういうので固定に入りつつあるよね。あ、なるほど、うん、ただ4番を決めかねてるという、うん、で、はい、入れた清宮がまたちょっと迷ってるという、うん、だからそこがちょっと気になるな。なるほど、うん、ただビッグボスはしっかり選手を捕まえてきてるよね。うん、で、まあ、例えば1割台のさ、はい、今川を3番に入れたりだとか、はい、それがすぐ結果を出すとかね、うんうん、まあ、今川もいい、万波も魅力的、はい、清宮だな、うんうん、あとはまあたまにポーンとやってくれるけどさ、はい、安定的にやってくれるとね、うん、まあ、日本はもっと浮上してくるかよなっていうふうに思うよね。はい、うん、まあ変わってきた勢力図ということで、うん、これセーブがいいよ、今本当にセーブが良くなる、うん、鈴木翔平なんかもカーン打って、ね、ランニングホームランかってたサードまたところでこけやがってみたいな、はい、まあまあああいうのもね、お茶、はい、おちゃらけじゃないけど、まあ、試合勝って良かったですけどね、もう必死さのあまり、はい、だから親父の運動会みたいになっちゃってるからね、気持ちだけ先行ってね足がついてこないという、はい、あ、まあだけどなんかなんとなくこう相手もがホームランを打ったりだとか、うん、なんかこう勢いが出てきてるかなっていうふうに思うから、うん、今までちょっとね沈んでたのがこれが上がってくると思う。
チームの雰囲気もすごい良さそうですよね。でロッテはやっぱりちょっと選手を入れ替えしてもいいかなって思うよね。やっぱ少し経験値の高い選手がちょっと欲しいかなって思う。でオリックスの方はもう見えてきたけど杉本次第だなって思う。吉田正尚は本来の形にだいぶ戻りつつあるから、やっぱりね。でもね、杉本がいるいない、いるといないのは大きな違いで、はい、吉田だけをマークされるから、はい、だから辛いと思うから、杉本助けてやれと、ね、ソフトバンク細かいことができないと浮上ないよって、はい、千賀の時に負けてるようではダメだよ、もっと援護してやらないと。楽天は安定してると思う、はい、ピッチャーがいいのと、浅村が上がってきたということ、島内は安定してるし石川がいいということ、はい、だから上位打線で点を取れるようになってるから、だから楽天は安定してる、はい、で日本ハムはやっとビッグボスが見えてきたかなという、そんな感じがする。はい、これからは変わってくるかもわからんね。調子のいいチームがちょっと落ちたりだとか、はい、悪かったチームが上がってくるとか、はい、まあ、そういうことになってくると思います。はい、はい、というような3連戦でした。はい。